こんにちは、居合一人稽古です。このチャンネルを訪れてくださり、誠にありがとうございます。およそ武道を学ぶ人たちにとって兵法は最も重要な教養の一つと言えるでしょう。兵法は戦略と知恵の結集であり、武道を進化させるための鍵です。今期は兵法入門編と題し、その第二弾として宮本武蔵五輪の書について学びます。一緒に探究し成長していきましょう。五輪の書は日本の江戸時代初期に活動した武芸者宮本武蔵によって書かれた兵法書です。武蔵は剣術や兵法の達人として知られ、晩年に自らの修行と経験を顧みて5つの巻物にまとめ書き留めています。このチャンネルでは武蔵五輪書の名言をいくつか取り上げて解説していきます。武蔵の五輪の書は戦略と哲学の塊であり、その5つの巻物には多くの価値ある教えが含まれています。毎回その中のいくつかの名言を紹介し、それらを噛み砕いて説明します。その間が提供する戦略的な知恵を深く理解できるようにお手伝いします。以下はそれぞれの巻の内容です。知の巻は兵法の基本とあらまし、水の巻は剣術と戦略に焦点、蚊の巻は戦闘の心理学に関する考察、風の巻は異なる武道や武器に関する知識、空の巻は武蔵の武道哲学となっています。今回水の巻の格言は以下の2つを選びました。8、敵を撃つに一拍子というものがある。9、他敵に対し一方へ追い回すような心持ちで迎え。
その8、敵を撃つに一拍子というものがある。とは、敵と自分が太刀を打って当たるほどの位置を得て、敵の心の準備ができないのを心得て、こちらは体も動かさず心もつけず、できるだけ早くまっすぐに打つ拍子である。この拍子をよく習得して、間合いの拍子を早く打つこと、鍛錬すべし。武蔵は五輪書の中で拍子という言葉を頻繁に使っています。一拍子はその中の一つですが、なかなか言葉だけでは伝わりがたい事柄で、残念ながら他のいくつかの拍子はあえてこの格言から外しています。その9、他敵に対し一方へ追い回すような心持ちで迎え、とは、敵が四方からかかってくるとしても、逆に敵を一方へ追い回すようにする気持ちが必要である。待つ心があっては先へ行けない。敵の拍子を受けて、その崩れる部分を見分けて次々撃破するのである。敵の出てくるところを強く切り込み追い崩して、すぐさままた敵の出てくる方へ切りかかり、できるだけ敵を一列に魚つなぎにしてしまうように、追いやるように仕掛けて振り崩すのである。よく稽古して吟味しておくべきである。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。五輪の書は武蔵の豊富な経験と洞察に基づいており、武道の技術だけでなく戦略、心理学、哲学についても豊かな情報を提供しています。兵法入門編としては外すことはできません。引き続き五輪の書を楽しむためにも、チャンネル登録、高評価をお願い申し上げます。また気軽にコメントもしていただけると動画制作の励みになります。ではまた
次の動画でお会いしましょう。アディオス。